京公共電波でございます。はい。テレビが設置されましたら受信料が必要でございましてお伺いいたしております。ね、契約してないんだけど。テレビは設置されてますよね。テレビ設置して何かあんの？はい。テレビが設置されておりましたら受信料が必要でございます。ちょっと待ってね。はい。忘れます。はい、どんどん言ってください。なんですよ、それは。なんだよ。あれ、勝手に映さないでくださいよ。お前は勝手に来たんだろ。あんた、なんちゅうことやってるの。それ映っていいよ、あんた。正直の侵害だ、あんた。だから来んなよ。訴えだよ、あんた、そんなことやってるんだって。訴えろよ。バカなこと言うんじゃないよ。訴えろよ。それやれ。お、怖いな、これ。あんた、勝手なことやるんじゃないよ。怖いな、なんだよ。うん、あんた、どんな形で考えてるんだ、バカみたいなことを。何がバカなんだよ。勝手にこうやって人を映していいと思ってるんか、バカ。勝手に来んなよ、頼んでもねえのによ。バカったるかのこと言うんじゃないよ。バカだろ。頭が悪いな。頭が。そんなこと言ってんぞ、頭が悪いって。頭が。暴力振るってるよ、この人。暴力じゃない。勝手に映すなって、バカったれ。こっちが振るったんだろ。バカったれ、映すんじゃねえよ。ちゃんと手続きをね、日本の国民だときちっと暴力じゃなくて、法律守んなさい。あなたが暴力振るったんだろ。法律守んなさい。俺は暴力振れてないよ。こうやって映すなって言ってるから。勝手に盗んじゃないよ。帰れって。勝手に盗んじゃない。お前バカったれ。帰れ。消しとけ、ちゃんと。帰れ。帰れじゃないよ、これ。帰れ。その中身取ってやるよ。何言ってんだよ。じゃあ来いよ。お前警察まで行こう。なんでお前が悪いんだろ。警察まで行こう、警察まで。ご侵入して。警察何言ってんだ。警察に行こう。110番に打てるところだよ。お前が呼べよ。呼んでやるよ、バカ。どっちが悪いんだよ。警察行こうよ、警察。そう、消して。消せ消せかこれの分かった。お前何名前言っときゃ、俺は消毒の侵害で名誉するんで訴えてやるから、この野郎。何でもすれば？うん、ふざけんじゃねえよ、ほんと。なあ、俺会社辞めたらな、会社の人間だからこうやっておとなしいんだよ。おとなしくないじゃん、人おとなしいんだよ。掴んでさ、え、ほら帰れよ、早く。なにこれバカタリアとか言うんだよ、チンピラが。どっちがチンピラなんだよ。当たり前やから。やっていいことでやって悪いことあるんだよ。